胡蝶夫人。私たちはその日、私の末の娘 M 子を誘い出して、芝浦のカール・ハーゲンベックサーカス見物にと出かけたのであった。とかく春らしい天候に恵まれなかった今年の花が、寒い荒い風と雨に苛まれながら、それでもどうにかこうにか柵には咲いていたけれど、空は私の心や懐のようにしかめ面をしていた。私たちは職場が興行されつつある婦人子供博覧会を見る必要も興味もなかったので、まっしぐらにサーカスの方へかかっていった。そして、まだいくらも詰まっていない二等席の腰掛けに収まった。私たちは年がら年中旅興行を続けているこのサーカスの偉大なテント張りの小屋が行く先々で簡単に組み立てられ、または解体して畳み込めるようになっているがっちりした形態と、観客を端から順々に馬席へ詰め込んでいく仕組みのすべて要領よく出来上がっているのに、一応は感心したものの、曲場そのものは、今までたびたび見慣れてきたものと、格別の違いはなかった。売り物の猛獣は、皆干からびたように正気がなかった。オットセイの芸当も、気味のいいものではなかった。人間の曲芸の方が、はるかに人をハラハラさせたが、それすら昔浅草でやっていた江川の玉乗り以上のものではなかった。私は今世界のどこかをさすらいつつあるであろう、あの江川の曲芸団を思い出していた。私は25、6年前、5、6歳時代の長男を浅草へ連れ出すたびに、よくこの玉乗りを見たものであった。ただ、カール・ハーゲンベックの曲芸と共に演ぜられる道化は大体型にはまったものだけれど、少なくとも浅草の芸人などのそれよりも軽妙で垢抜けがして、したがって自然なものであった。私は象や虎や熊や馬が吠えるようなあの不思議な川の鳴る音に脅かされて、哀れにも芸当を強いられるのを見て、気持ちを悪くして小屋を出た。これらのサーカスは、今日では享楽の少ない植民地か未開国を回っているより他ないのではないかと思った。同時に、私が野球や水泳や蹴球や剣闘やその他一切スポーツに興味を持ち得ないのも、どこかこの気持ちと共通なものがあるのではないかと思った。私たちは銀座へ出て手軽な食事を済ますと、何か口直しが欲しくなってきた。もっと楽しんで見ていられるようなものが見たくなった。なんといっても映画が最も手近なものであったが、最寄りの活動館には折り足く、見たいものが何にもなかった。活動館の集まっている浅草を漁るより他なかった。私たちは浅草行きのバスに乗り込んだ。けれど、いくら浅草でも写真は年がら年中良いものがきっとかかっているとは決まらなかった。その時も見たいと思うようなものがどこにもなかった私は、恵子と M 子を連れて、不機嫌な顔をしながら、活動街を端から端へと歩いてみた。行きつけの大正館の前へ近かった。爆走する悪魔と、胡蝶夫人とがかかっていた。シルビア・シドニーによって演ぜられる胡蝶夫人が、大々的に宣伝されてあった。町長さんに扮した、シドニーの芸者ガールのような人形が、赤坂の行楽の庭の実写から模造されたところの端掛かりのところに、東洋風の植え込みや灯籠を背景として
入り口のところに据え付けてあったりした。私は何年か前に、多分今からは15、6年もの昔のことであろうか、何かの機会にアメリカあたりで作られたものであったろうか、武士道と題する、いわゆる腹切りの芝居を見たことがあった。筋も内容も俳優も覚えていないが、腹切りが立て回された屏風の中で演ぜられた場面だけがわずかに思い出せる。もちろん人間感情や風俗や習慣がすべてトンチンカンなものであったことは想像するに難くはない。何かしら鎮痛な気分が漂っていた。日本の芝居の切腹が少しも切腹らしい気分を出さないで、血の入りか何かで歌舞伎特有の型やセリフで見せるのと違って、清掃の気が舞台に漂っていたことだけは記憶に残っている。王朝夫人でも見るかね。私は二人を振り返った。そうね。稽古が小鳥のような目に笑みかけた。私たちは一階へ入った。爆走する悪魔の映写中であった。インチキ自動車会社に救っている悪漢を取り扱ったギャングものである。私たちはヨーヨーのことでずっと左側の銀幕に近いところの馬席に最初離れ離れに収まっていたが、例の漫画やニュースが終わりに近づいた頃に、私は真ん中の列に、三つ四つ席の空いたのを見つけて、急いで自分もそこへ移っていくとともに、恵子と M 子をも誘い入れた。やがて静粛に帰った場内の気分につれて、お蝶夫人の映写が始まった。もちろん、プログラムの解説にもある通り、お蝶夫人が初めてニューヨークのブロードウェイに上演されたのは、明治33年の3月25日で、戯曲に描かれた蝶々さんが明治20年代のものだとすると、私たちはまず日本の木阿弥物でも見るような心構えで見なければならない種類のものだろうが、今度のフィルム化はいろいろの手数をかけた点で、付け立てや服装や動作が大体においてそう吹き出すほどでもない程度に工夫されている。もちろん、シルビア・シドニーの紛争は、芸者ガールに近いもので、これが日本の善良な家庭婦人とは受け取れないのだが、そこは芸者上がりの彼女のことであり、ある時代の日本のシンボルとして、外国人の目に訴えるようにできたものである以上、非難するのは無理である。私は、シルビア・シドニーが、あるいは外国の俳優が、その芸において、相当優れたものであることを、シルビア・シドニーの古い方の日本流の従順そのものであるところの女を、いかに気分的に巧みに出しているかによって、十分知ることができたと同時に、シルビア・シドニーの美しさが、蝶々さんの紛争によって、最もよく発揮されたことを、むしろ不思議に感じたものである。すべての女の美しさと、神秘的な魅力とが、こうも日本着物や日本髷によって現れるものだろうか。私はもっと年が若かったら、あなたはどの場合でも日本婦人に扮した時ほど遠慮ではないと彼女に書き送るだけの物好きをあえてしたかもしれないと思ったくらいであった。私はまたお月の女中、鈴木に扮したルイズ・カーターの妙義にも驚かされた。彼女は日本の待合などによく見かける取り回しの老練な、どこかとぼけにたくさんの豊島女になりすましていた。幻が銀幕の上にやがて消えてしまったとき、私は椅子を立ちかけようとした。その瞬間、私の隣にいた恵子が、あら、先生と、そう言って、つぶやきながら私の顔を見た。私は気がつかなかった。先生、
紙入れどうして？どうして？これどうしたの？そう言って下を見る彼女の目を私は追った。すると、ちょうど私たちの馬席の入り口の往来になっているフロアのところに、私は3年前、京都の四条通りで買ってきて、ずっと持ち続けているところの、イタリー製の紙入れがそこに落ちていた。私が入場券を買おうとして、上着の内隠しから出して、入れたつもりで、裏のどこかに引っかかっていたのが、あたふた、席を移るとき、つるりと滑り落ちでもしたものだろうか、と、そう考えるより、ほかなかった。私はぞっとした。私はそのとき、600-700円支払わなければならない必要に迫られたので、百歩を奔走して、安くない利子好きの金を借り入れたのであった。金はそれであった。今の場合、私にとって、それは生命線であった。それにしても、それがそのままに落ちていたのは、活動感が暗いからであった。私はそれをポケットに拾い入れて、ほっとため息を